右側の型番の目の下あたりに生地を落としてください、で握ってる間の生地出るんで、はっちゃっていう感じです、はい、OK だった？ OK だった？もう一回ね、落としていただいたら、はい、今尻尾に生地が叩いたので畳んでいただいて生地を尻尾の方に、はい、そしたら、あん盛り出したらあん刺しとあんべら、あんべら見づらいんですけど、これ目盛りがあんとか、ね、これが1匹分のあんこの量、すごい、そんなあるんですか？これに 70g ある、笑顔を普通こうやってやる人が逆です、刺していただいたら引き抜いて、はい、で左手に、あ、ごめんなさい、右手に腕時計をもししてるとしたら今何時だっけって見るんですよ、手首が返ってくる、そしたら尾っぽの方から頭の方にあんこを入れて、あ、大変なんかめっちゃ入るんだよ、ねえ、そしたら今度開いてる左側にまた同じ目の下に生地を落としてみて、あ、ここが一番難しいところで、こっち側と同じように生地を流す、尻尾まで来たかなと思ったら右側、え？なんすか今言いながら流して、あ、尻尾まで来たと思ったらみんなを重ねる、大変で、そうすると余分な生地が出ちゃう、で必要な生地だけ残るんで、あんこがあんだけ入ってたんで、薄皮の、たい焼き、